よしやろう。女子練習なしだからね。あんたら。ちょっと名刺会してる。さあ、から始めてよ。俺ら普通に。普通にいいから。さあ、今回一番空気が読めない人物をあぶり出すということで、はい、お題に沿ってせーのでポーズを取る。お題は順番に言うんですけれども、はい、これゲームですか？ゲームこれまず待ってどうしたんですか急に急になんか流暢にジェシーが喋り出したいきなり喋り出すからね、何今日はだから KYゲームをします。そのお題に沿ってせーのでポーズを取る。あー、なるほど。少数派はマイナス1ポイントでしたよ。マイナスポイントが多くなった人が罰ゲーム、うん、でもまあ、はい、お題はじゃあ順番に、うん、まず1人ずつ言っていくと、うん、なるほど。あ、オッケーオッケー。それではいきます。 KYG スタート。はい、じゃあまずジェシーから、はい、お題を。お題、まあ、まず一番最初が簡単なやつで。はいよ、はい、電柱。せーの。え、ジェシーだけ違う。3人。俺と京都北斗分かるし。俺も電柱だよ。いやでも俺と慎太郎も迷ったでしょ。迷った、手あげるか迷ったけど、危ないからもういいよ、これで。でも2人は合ってる。何これは。電柱が何だ。電線？電柱って何か。なんかビヨンってなってる。棒だ。棒だ。登るような棒だ。そうそうそう。再現率。こういうやつ。みんながこれやると思った。電柱見てよ。そんなわけない。だからジェシーは今 KY ポイント。やだー、 KY ポイントだ。 KYP が1ポイントたまりました。うわー、面白い。いいですか。じゃあ次ホッタのお題。いいよ。じゃあお題いきます。はい、バードウォッチング。おー、せーの。ほい。ええジェシー。なに KY じゃん。ジェシー2ポイント目。嘘でしょ。なにこれ。お前は何長んで見ようとしてる。バードなんだからさ、その感じもおかしい。しかもジェシー、バードウォッチングってお前英語だぞ。俺らこれだったら鳥を見る。ジェシーはジェシー、ネイティブすぎて普通にバードをウォッチングしちゃったんですよ。そっちそっち。もうマイナス2ポイント。ジェシーも KYP2 個溜まってるから。ピンチよ、ピンチ。やばい。じゃあ俺いくよ。でもみんなが分かるやつ。いくよ。お医者さん、せーの。おい、待って。いや、俺と慎太郎はいいじゃん。聴神経でしょ。聴神経。今日、今日は何それ。やべ、何それ。虫眼鏡。そうだ、そうだ。お前さ、なんでお医者さん自分で自分に注射してるじゃん。俺だけじゃ分かんないから、ちゃんと注射って。あ、これ他人の腕って言う。そう、他人の腕ね、他人の腕。で、インフルエンザの予防接種とか。なんでさ、お医者さんなのに自分に注射。違う、他人の手なの。この時分かんないじゃん。一つ上がった。ジェシーシンプルにバカだ。なんでよ。俺は感性の問題。じゃあ今日とジェシーが KYP1 ポイントだったから。マジか。じゃあいいですか、僕。はい、いいよ。歌舞伎役者、せーの。おお、ちょっと違うんだよ。ちょっと違うね。いいでしょ、別に。何を隠すんだよ。なんかさ、なんか人の見ちゃいけない。何を隠すんだよ。基本的には一緒だよ。じゃあ揃いました。よし、んだろう。じゃこれ揃えていかないといけない。まあじゃあちょっと難しくつくす。なんで。まずちゃんと喋る。ただいまのポーズ、せーの。トンソンの。じゃあどうなの。あ、違うわ。え、待って、俺と慎太郎と一緒。一緒は一緒で。あ、こいつはいいとこ取りしちゃう。カーブやりやがった、こいつ。で、お前マイナスだよね。もう全員マイナスにさせたくて仕方なくなっちゃってるよ。はい、今日も俺めっちゃ難しいやつやるよ。いいよ。月に映ってる動物、せーの。あ、やった、やったやった。そっちか。いや、ジェシーと俺一緒。俺と慎太郎と今日も一緒。北斗一人です。なんで、ウサギじゃん。そうだな。特徴とないよ、ウサギは耳だろ。お前なんだこの足は。これは、お前それもう、仕方ないよ。お前この足はバニーガール。そうだよ。一巡終わって、KYP ジェシーがさ、北斗が2、京本が1、あと0ということで。これで本当に終わっていいの。じゃあ分かった、もう一巡で今度は、かぶったらダメ。おお、特徴取られてなくてもダメです。伝わるけど、かぶっちゃいけない。あとジェシー強いかもね。ね、今までかぶってないから。あ、そっか。じゃあジェシーからいきますよ。ラスト一巡ですよ。じゃあいきます。海。
待って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 待じゃあ一人ずつ見ていきましょう。ジェシーは石投げ。嘘、この嘘石投げね。うん、これ川釣りよ。あー釣りか。俺は川よ、漢字の。俺は泳いでた。俺あの浮き輪にこう寝てるやつよ。川で浮き輪。いや海なの。いややるやん。ちょっと待って、はいはいはい。いや川でさ、ちょっと待って、ちょっと待って、やるやん。こういう川遊びしたことないの君たち。あるよ、あるけど。あのさ、水プラス寝るだよ。しかも森あるんだよ。これしかないでしょ。川で寝ちゃって海に出るぞ。いやいやいや、そんな流れの強くとこじゃなくて。どうありですか、川ある話なし。なんでよ、ちょっと待って。大丈夫だよ。いや、やばいやばい。あるよ、あるよ。慎太郎は無条件でマイナス1点になります。え、大河何で。俺クロールしてた。お、一緒じゃん、一緒じゃん。ダメこれ。じゃあだから今このゲームお題は1、2、3人がマイナス1ポイント。これ自身分かんなくなってきたよ。じゃあ次ホットのお題かぶっちゃダメですよ。海外旅行、せーの。やべえ、かぶった。かぶった。ジェシーは何ですか。海外旅行の飛行機のような映画みたいな。ああ。北斗、俺パスポート。ああ、俺キャリーバッグなんだよね。あ、キャリーバッグ。うん、あ、俺はあの空港のとこ移動してる、あのキャリーアテンダント。キャリーバッグだろ。キャリーアテンダント。キャリーアテンダント。何が嫌になってる。ジェリー、嘘ついてない。キャリーアテンダント。いや、嘘ついた。嘘ついた。これは何ですか。あの、キャリーケース。じゃあもうかぶった。え、死んだよ。死んだよ。なんか俺はあのダビデゾ。何、海外旅行じゃん。で、それはダメ。これは何。レジ袋。違うよね、右手に本当は何持ってるの。何。え、これキャリーバッグ。いや、でも俺フライトパイロットの方。待って、タイガのそれは何。俺これは折り立ちましたよ。やれ着きましたよ。いや、つかねえだろ。着く時は座ってんだよ。だからこれは着いたってやるでしょ。これはならないの。これどっさりせーのって言われるからね。王道とかよくわかんないのしか出てこないわ。そうコーチ、ジュリー、慎太郎、あとキョモのよくわかんない。これがマイナス1ポイント。この4人がマイナス1ポイントです。じゃあポイントしてる。ここから確認せずにもしてる。じゃあコーチ、いきますよ。結構多分いろんなパターンがある。タクシー、せーの。え、これずいボロボロじゃん。え、マジ。ジェシー、それ何。片手運転。運転ね。北斗は。俺、乗客こう乗ってる時よ。俺はちなみに拾ってる時タクシーよ。ああ。俺はあの、あ、すみません、そこ右曲がってますね。違うよな。お前絶対一回見て。座ってるじゃん。で、あ、お前さ、お前ハンドル持って。あるでしょ。右曲がってくださいって。こんなんやんねえ。嘘？嘘？嘘だね。ハンドル。はい、ハンドル。俺休憩中の運転手。何でも知らないけど。まあ。タイが何やつさ。俺これバックね。これは違う、バックじゃん、ね、運転してたら誰もいなかった。いたと思ったんだけど。これやったな。怖い話があるじゃん。怖い話が。あ、ね、運転途中でしょ。怖い。え、じゃ運転じゃないのよ。怖い話があるじゃん。ある。振り向いたら、え、ないのっていうさ。それな。いたと思った女の人いなくなった。それね。はい、じゃあジェシーとジュリがマイナス1ポイント。ジェシーやべえんじゃね。はい、じゃあ次俺のお題いきます。はい、いきます。やりましょう。犬の散歩。うん。せーの。何ですか。北斗、あのトイレ処理してる。俺はトイレしてる。トイレ。もうね、全く一緒だよ。俺は運転中にコンタクトを通して。散歩中にコンタクト通して。散歩中に。運転中っていうかダメだよもう。お前さ、言い訳ばっかりやめろよ。ごめん。犬じゃん。俺リード落としちゃった時。あ、落としちゃった時か。危ねえ。俺犬が走ってってちょっと。手が
が7個ぐらい走ってたときちょっと上がった。じゃあこの4人マイナス1ポイントだね。ジェシーとオクトとコンチとジュリが被りました。次シンドロです。オッケー。魚せーのおお。ジェシー口ね。オクト食べてるのね。ちょっとコーチ一回置いといて。俺これ分かるでしょ。こうやってよくやるじゃん。はいはいはい。慎太郎もそれ大きい口かな。違う。何？俺マッコウクジラ。それ哺乳類だからクジラ。でじゃあ今日もは？これはあのアユのさ塩焼き。串で。串これ。でもエナジーポーズは被らなきゃいけないから。コーチはさ今日もがこれやったからとっさにお前下げたもん。じゃカンニングじゃん。見てたのか。じゃ見えちゃったんだよ。まあ。ということでまあ今回はもうコーチがマイナス1ポイントです。はい。食らいます。食らいます。じゃあ最後ね。すごい。最後すごい。最後。これ簡単だよ。オッケー。せーの。ケイジさん。なんで？ケイジさん。ノータイトルのポーズやらされると思う。ケイジさんせーのか。大盛り頭がしかも2周目だぜ。お題かよ。じゃあお題かよ。ボーリング、せーの。おお。お、これも覚えてる。みんな。じゃあ、最後の。はい、ということで、慎太郎、一番空気が読めてました。おお。そうだな。次に、京都コーチと北斗。イエーイ。ということで、残りはジェシーと俺。え、どっち。お前がね、見苦しい嘘が多かった。ここで罰ゲーム発表した方が面白くない？うん。あ、先にね。そう、先に。罰ゲームどうする？じゃあ罰ゲーム、雷マン。雷マン。ゴロ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 。登場音、ゴロゴロ。ゴロ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 。雷マン。雷マンの前で5分間ポーズを取り続ける。俺が肩をポンと叩いた方がポーズ5分間ということになります。はい。緊張する。早いよ。いい気持ちだよ。それでは負けた方はこちらです。ジェシー！ジェシーがマイナス5ポイント、ジュリがマイナス4ポイントでジェシーの負けです。開き直ってる。開き直ってる。めっちゃ開き直ってる。なんか悪いみたいな。はい、ジェシーが今たった今罰ゲームを始めました。はい、まあまあ人通り多いよ、ね、あっち振り返んのやめよ。俺ら友達だと思われちゃうから。そうね、ちょっとジェシーたまにこうやってあ、どうもって会釈してんの。もう他人感だと。そうね。ということで、まあジェシーのポーズ最中ですけども、うん、僕たちは見事勝ちましたので、はい、帰りましょう。帰りましょう。ということで、以上後ろのジェシーとともに以上ストーンズでした。ありがとう。じゃあカメラだけ撮っててください。じゃあお願いします。はい、すげえな。